安い国際電話がお送りします。昨日午後亡くなった逸見正孝さんの通夜が東京新宿区の千日谷街道で午後6時からしめやかに行われました。通夜の行われた千日谷街道には芸能関係者やテレビ局関係者など各界からおよそ600人の弔問客が訪れました。棺の上には花束と逸見さんが愛用していたゴルフクラブが置かれ、祭壇の中央には遺影として闘病宣言をした9月6日の直前に撮影された番組宣伝用のスチール写真が飾られました。写真見ちゃったらダメですあんなね元気な顔で笑ってましたのにね、まだ信じられないですね。毎日なんか逸見さんの記事見るのが辛くてね、本当に頑張ってほしかったです。通夜はおよそ1時間半にわたって行われ午後7時半に終了しましたが、この間式場の最前列に座った逸見さんの遺族は沈痛な表情で終始うつむき加減でした。明日は同じ千日谷街道で葬儀と告別式が行われることになっています。